10月14日に行われます出雲駅伝今回は東洋大学の区間予想をしていきたいと思います4年生エースの石田光介選手の欠場が発表されましたそれだけで少し寂しさもありますがただそれでも下級生も強く今年何か一つやってくれるだろうと楽しみな東洋大学それでは区間予想をしていきたいと思います1区は8キロ区間1年生の松井選手を予想します5 0 0 0メートルの自己ベストは13分46秒34 記録も持ちタイムもいいんですがキレのあるラストスパートそしてクレバーな走り展開に対する対応力も完璧ということで4年間通して1区のスペシャリストになっていくんじゃないかなと思うぐらい非常に横一線のスタート、要移動にはうまさそしてスピードもある松井選手ぴったりな区間なのかなと思いますこの世代を代表する選手の1人でもあるということで区間賞争いに絡んでほしいなと。 期待も込めて1区でいうとやっぱり走る選手はもちろん区間賞を狙ってくる区間賞を取りたいと思う人もたくさんいると思うんですけれどもまずは外さないことが大事ですよね、えー、ここで1区で全てぶち壊してしまうともうその1日その日1日もうこのゲームを壊してしまうので他の選手後続の待ってる選手たちのモチベーションにもつながってきますしあとはもうね優勝争いメダル争いに。 可能性がほぼなくなってしまうとやっぱりモチベーションが低下してしまって悪い流れというのはずっと続いてしまうのかなと思いますからそういった意味では1区っていうのはあとは先頭とのタイム差だったりライバル校との位置関係っていうのも大切になってきますけど松井選手はそれらをすべてか、まあ、叶えてくれるそんなタイプの選手なんじゃないかなと魅力たっぷりな1年生を今回1区に予想しました。 2区は、五点八キロ区間、三年生の尾形選手を予想します。一万メートルの自己ベスト。二十八分三十六秒六七。上りに強く、トラックも外さない選手でもありますし、スピードもある選手ということで、まあ、高校時代から力のある尾形選手を今回、区予想しました。まあ、2区は最短区間ではあるんですけど、やっぱり意外と難しさもあって、ここで外す。大学も結構あったりするし、まあ、東洋大学も例年、苦戦している姿も見受けられるので。 まああの本当にね高校時代から経験豊富な実力者を今回2区に予想しました緒方、まあ、選手であればいろんな展開を想定しながら立ち向かえるスタートできると思いますし、まあ、おそらく松井選手はいい流れを作ってくるであろうというところで緒方選手も外しにくい外さないタイプの選手だと思いますから1区、2区セットで見,て見たとしても非常に優れたランナーだなと思いますので今回3年生の緒方選手を2区に予想しました。 3区は8 5キロ区間4年生の小林選手を予想します1万メートルの自己ベストは28分12秒77今シーズンマークしましたエースへと成長した小林選手、まあ、石田選手が万全であれば小林選手が1区に来る可能性もあるかなと思ったんですけど、まあ、今回石田選手も欠場ということで3区小林選手を予想して他校のエースとガチンコ勝負エース対決してほしいなと思ってます 今シーズン1万メートルまで安定して走れるまで距離を伸ばしてきました成長もしたんですけど1万 m よりも短いより力を発揮できる8 5 k ロ区間エース区間に小林選手を予想しました、まあ、小林選手であれば、まあ、この 8.5km っていう距離は、まあ、トラックではもちろんないんですけど、えー、本当に距離適性というと抜群なんじゃないかなというふうに思いますので1区、まあ、松井選手 えー、2区、尾形選手で仮に来たとしたら、おそらくいいポジションで来ることは間違いないし、外さない2人ですから、小林選手もいいポジションで優勝争いに絡めたら、本当により力を出せるんじゃないかなと思います。小林選手もいい走りができれば、全日本、箱根につながってくると思いますので、まあ、そういった意味で、今回、まあ、3区、エース区間、4年生の小林選手を予想しました。 えー、4区は6 2キロ3年生の網本選手を予想しました1万メートルの自己ベストは28分31秒26勢いのある網本選手6月の全日本大学駅伝関東予選会は2組で組トップそして、小川駅伝は7区で区間賞7月、北海道で1万メートル自己ベストをマーク今シーズン派手に決めているということで、まあ、今回、駅伝から外れる理由が見当たらないぐらい網本選手は今シーズン前半非常に良かったなと思っています。 まあ3区、エース区間が終了した後の1発目の区間ということで、まあ、4区、いわゆるつなぎ区間と呼ばれることもありますけどここでしっかり勝負できれば意外と順位が上がったりするんですよね。3区はやっぱりエース区間ではあるんですけど各大学もエースを揃えてくるということで意外とポジションが変わらなかったりするただ、その後一1発目、まあ、各大学のエースがねバチバチにやり合った後ですので、まあ、いい獲物がいればそこでターゲットにして戦える。思い切って 走れる突っ込める網本選手が4区は適任なんじゃないかなと思いましたので今回は網本選手を4区に予想しましたそして5区は 6.4km1 年生の内堀選手を予想します 5000m の自己ベストは13分57秒80内堀選手の魅力は攻める走りもできるけどその上で粘る走りもできる選手ということで、まあ、東洋大学にぴったりな選手かなと思いますそして夏合宿も走り込めたと えーいうコメントもありまましししたたので期待もも込めて今回はごく内堀選手を予想しましたもちろん期待も込めてるんですけど、まあ、この1年生世代松井選手を筆頭に力のあるランナーが揃ってるというところもあるので、まあ、1年生の出番というのは1人2人3人あってもおかしくないのかなと思いましたので今回、内堀選手を予想しました山梨県駒高校出身公立高校出身の選手ということで。 間違いなく東洋大学の練習の方が圧倒的に増えてると思うんですけど、まあ、東洋の練習をここまで耐えれてるというふうに考えれば、かなり伸びしろはあるんじゃないかなと思います。まあ、一夏超えて、夏はなかなか記録出ませんから、そこは耐える、しっかり練習を積み重ねる、そして涼しくなった秋に一発記録を出してもらって、出雲駅伝インパクトのある走りをしてもらえれば、まあ、出雲、そして全日本箱根と繋がってくる可能性はあるかなと思います。 まあ走りのタイプとしては、やっぱりい雲も全日本をしっかり走れると思うし、あの粘り、そして前傾姿勢を耐える、このね、前傾をね、思いっきり前傾で耐えれる、あの体幹の強さも内堀選手の強みだと思いますので、ぜひ期待を込めて、今回5区、内堀選手を予想させていただきました、そしてアンカーのロックは10.2キロ最長区間、4年生の梅崎選手を予想させていただきます。1万メートルの自己ベストは28分39秒97秒 今年のお正月の箱根駅伝2区で66分台ととてつもない走りをしてくれましたそしてフルマラソンも経験してよりタフなランナーに成長した梅崎選手アンカーにぴったりなのかなと思いますまああの梅崎選手からしてみれば1 0 2キロというのは短く感じるのかもしれないですあの短きというかもっと長い距離の方が生かせるのかなと思いますけどやっぱり走りの安定感という部分ではアンカーやっぱりまとめてくれる最後まとめてくれる選手がアンカーにいるっていうのは 前の選手というのは安心できますからその上で梅崎選手といえばロード駅伝にも強いランナーということでまあ本当に安価にぴったりなのかなというふうに思いますということで今回の動画は10月14日に行われます出雲駅伝東洋大学の区間予想をさせていただきました、まあ、1年生がとにかく勢いがあって力があるからやっぱり この距離で言えば箱根や全日本よりも出雲駅伝が1年生、高校時代の貯金、スピードを生かして戦えるのかなと思いますけど松井選手はもう即戦力だと思いますけど内堀選手だったりほ他にも期待の1年生は何人かいますので出番はあるんじゃないかなと思いますそして上級生が本当に力があって安定感があって実績のある尾形選手だったり今シーズン絶好調の網本選手走りっぷりもいいです。そしして衛星と成長した4年生小林選手は 石田選手は欠場ということを発表されましたのでその思いも背負って小林選手はエースとして戦ってくれる、まあ、本当に東洋大学というと長い距離が得意というチームだと思うので、まあ、全日本そして箱根に期待がかかるんですけど今回このメンバーを見るとトラックも強いメンバーが揃ってますから出雲駅でもしっかり戦えるんじゃないかなというふうに思いますぜひ皆さんの区間予想ありましたらコメント欄によろしくお願いします以上